トランプ大統領と電話首脳会談を行いましたかなり突っ込んだ意見交換を行いましたこれまで日米は緊密に連携をしそして国際社会と連携をしながら北朝鮮の問題平和的に解決をしていくための努力を積み重ねてまいりましたしかし 北朝鮮はそれらをことごとく踏みにじり、一方的にエスカレーションさせてきました。こうした健全たる事実を、中国、ロシアをはじめ、国際社会は重く受け止め、圧力を高めていかなければなりません。 私たちもさらなる行動をとっていかなければな年との認識でトランプ大統領と完全に一致をしました。同盟国を守るためすべての必要な措置をとるとのトランプ大統領のコミットメントを高く評価しています。今後 日米の強固な結束のもと防衛体制そして能力向上のための具体的な行動を進めこの北朝鮮の脅威に対して国民の安全の確保を図るため万全を期してまいります。